土俵。土俵とは、土を持って作る相撲の競技場である。俵に土を詰めた袋、土俵を使っているため特に土俵はと呼んでいたが、これを縮めた故障である。現代の大相撲では、一辺が6.7メートル、22尺の正方形に土を盛り、その中央に直径4.55メートル、15尺の円が、勝負秒、計16秒で作られていて、 その円の東西南北四箇所に、徳田原、計四票と呼ばれる、田原一つ分の出っ張りが設けられている。円の外側には、正方形の形で角秒、計二十八票、角一辺七票の田原を配置。その正方形の角には、上田原、計四票、各角に、それぞれ一票が配置され、土俵に上がる、段のための踏み田原、計十0土俵の周りに東、西。 南部分に角3票、北部分に1票、南西、南東には力水のための水桶を置く。水桶俵計4票、角2票が配置され、合計して66票を使用する。かつては俵を四角に配した角土表が主流で、現在使われる丸土俵は、江戸時代に現れて併存した後、入れ替わったとされる。放置するように、 角度表が現存する地域もある。岡山県小王町、植月地区では、角度表による炎相撲が小学校行事として、現在も行われている。俵は主に稲藁を細い俵状に編んだものが、使用され、中には、土が入れられている。地方自治体で設置された土俵では頑丈なシートで、俵を作成する場合もある。土俵は、呼び出しが毎場所主作業で作る。 完成すると、本場所の初日前日に、土俵祭が行われる。俗に、土俵には、金が埋まっていると言われるが、これは、土俵で出世すれば、金が入ってくると取り敵を励ますための比喩表現で、実際には、金ではなく、縁起を担ぐ意味で、カちグリや昆布、米、鶴つ塩、め、しの実が神への供物として、土俵祭の際に埋められる。土俵の土は、 若干粘土質が混じったものが使用される、口実。これは土を持った時型崩れしにくく、振動にも強いためでもある。また、勝負病の内側には、若干の砂質の土が巻かれている。力士の足首への負担を減らすなどの安全対策でも、ある。また、勝負病の周囲にも円形に砂が巻かれている。これは、勝負病から、 力士の足が出たかどうか判別するときに砂に足跡が残り、審判が下しやすいためでもある。これを蛇の目と呼ぶ。土俵中央には幅 6cm、長さ 90cm の仕切り線が 70cm 間隔で2本。エナメルペイントで描かれている。この仕切り線も呼び出しが描く。仕切り線は力士たちの取り組みによって踏み荒らされて剥がれてしまうため。 二から三日に一度書き直しの作業が行われる。仕切り線は1928年1月場所から始まった NHK ラジオの実況中継に合わせて設けられた。タワラに太ももを打つことを各界の隠語でメリケンが入るという土俵の上には片屋があり、明治にあずま屋作りから切り妻でちぎとカツオくちぎ、カツオ木を持つ新名作りに変えられた。 屋根の四隅、東西南北、正しくは、東北、東南、西南、西北の柱は、本場所においては1952年、昭和27年の秋場所より廃止されて吊り屋根となり、変わって四隅に房が下げられるようになった。これは、正式には、棒ではなく四本柱に巻き付けられていた銅色の布の名残で、柱の代わりに太い房を吊るようになったものである。 ふの色は、天空の四方位をそれぞれ司る詩人に由来しており、青い、緑色の棒、青ぶは、東方を守護する清流、白いふ白ぶは、西方を守護する白虎、赤いふ赤ぶは、南方を守護する朱雀、紫、または、黒の棒、黒ぶは、北方を守護する玄武を表している、地域によって順序が異なっていることがある。 四隅の房は剣士を寄り合わせて作られ、サイズは2.3メートル、太さが70センチメートル、重さ25キログラムである。屋根の裏には照明機材が備え付けられている。両国国技館の釣り屋根は2本のワイヤーで上下させられる常設式のもので、相撲開催時以外は天井まで巻き上げられる。総重量は照明機材を含めて6.25トン。 地方場所の会場、大阪府立体育会館、愛知県体育館、福岡国際センターの釣り屋根は、軽量の組み立て式で場所が終わると分解され、各都市の倉庫に収納される。大相撲の土俵から四本柱をなくす際には、賛成派の意見として土俵が見にくいというものが、反対派の意見として風格がなくなるというものがあった。反対派の意見として、 リズメなものとなれば、柱があることによって、土俵内で動いている場所がわかるから、柱が動きを変えるめどになる。突き飛ばされた時も、捕まって転落するのを防げるから危険防止になる、というものが見られた。名古屋根の水引幕東西南北の中央に小さい、房が下げられており、これが、本来の房と言われるものである。日本相撲協会では、荒木伝土に統一している。 元々は国技館近くを流れる荒川流域の東京都内でも取れたが、現在の両国国技館では埼玉県川越市で採取された土が使われている。粘性が高く、砂が適度30%程度混じっていて滑りにくく、大きな砂利やゴミの混入がないものが選ばれている。総重量はおよそ45トン。2017年名古屋場所までは、 年3回の地方場所では、現地調達していたが、力士から滑りやすいとの指摘を受け、同年九州場所以降の地方場所でも、川越から大阪、名古屋、福岡の各会場に輸送して要される。水を受け、塩箱ともに、呼び出しが補充などを行う。相撲においてこらい、相撲設営に土俵なるものはなかった。相撲伝書によると、 鎌倉時代に見物人が直径7から9メートル、4から5件の輪を作り、これを人形屋と称したという。これが土俵の起源である。江戸時代に大相撲工業が始まり、人形屋では特定の力士の悲喜が手を出して、勝負を妨害するなど喧嘩が絶えなかった。このため、まず漢文年間、1661から1673年に、 リングのように四本の柱の下に紐などで囲ったものになった。それを俵で囲んだものとなり、四角い土俵になった。なお四角い土俵は、各地の神社や南部相撲などに現存し使用されている。次に大相撲では、遠方年間1673から1681年に、あずまや作りの屋根の下に詩人を表す四色の布を巻いていた柱の方屋の下に、 ごと病による3.94メートル13尺の丸い土俵が設けられた。強法年間1716から1736年、俵を2分の1に地中に半分に埋めた一重土俵ができた。これに外縁をつけて二重土俵。これは蛇の目土俵とも言うとなった。これは内縁十六票、外縁に二十票いることから三十六票と呼ばれた。 七百九十一年、完成三年六月十一日、江戸幕府第十一代将軍、徳川家成の上乱相撲に際して、吉田塚酒の吉田追い風が前日に、一夜で土俵を作り、初めて、片屋会を行った。明治に片屋の屋根を新名作りにした。九百二十八年、昭和三年一月十二日から、NHK のラジオ放送による大相撲中継が、 始まった際、放送時間内に勝負を収めるために、それまでは無制限だった仕切りに制限時間を設定。土俵に仕切り線を設けた。1930年、昭和5年3月場所になると、観客の視界の妨げになること、力士の怪我の原因になることを理由に、土俵上に座っていた勝負検査役を土俵下に下ろし、五人とした。また肩や柱に塩桶をくくりつけた。 さらに、1931年、昭和6年4月の天覧相撲の際、二重度俵の内縁をなくし計4.55メートル、十五尺の一重土度に変更された。俵の外側の蛇の目の砂は、もともと二重度俵の俵の間に巻かれていたが、この時より俵の外側に巻かれるようになったものである。なぜ十三尺度俵から十五尺度俵になったかという理由については、 当時の文献には全く書かれていない。男女の川、天竜、武蔵山、ではが学などの六尺、約182センチメートルを優に超える大型力士が台頭しため、あまり早く勝負が決まらないようにして、少しでも相撲を面白く見せるためであったという説が有力である。土俵サイズは1945年、昭和20年の 秋場所において4.84メートル16尺にしたが、力士会の反対で11月の一場所限りで計4.55メートル15尺の現在の土俵に変更された。また土俵上の柱は1952年、昭和27年秋場所より撤去され、屋根は天井から吊り下げる形式に変更された。土俵は、力士が入場の際に柏でを打つなど神がいる。 場所とされてきた。柏しでについては、相撲の宗家である、吉田司家の許可に基づいている。東京両国国技館の本場所前前日に、のみのすくね神社、東京都墨田区で日本相撲協会の幹部、審判部の幹部、相撲茶屋等関係者が集まり、出雲大社教進館の神事が執り行われる。また、各場所の初日前日に日本相撲協会の幹部、 審判委員の親方などを集めて、土俵祭が行われる。内容は、土俵の真ん中に、日本酒、米、塩などを封じ、相撲の三上、武三和地ほか、三上と平足七体祭り、立行事が祭主で、海沿いの行事が、新払いの乗りとを創上し、祭主が真事を行い、片や開口を、軍配打ちはお手にして根上する。この後、清めの太鼓として、 呼び出し綱が土俵を参集して終わる。これは1791年、完成3年6月11日、江戸幕府の第十一代聖大将軍、徳川家成の上乱相撲で、吉田追い風が前日に土俵を作った際、片か会として始めたものでる。これにより、千秋楽にその場所の新女出世力士によって、行事を胴上げする。 神送りの儀式によって神を送るまでの間、土俵には神が宿るとされている。現在は横綱が行う一人土俵入りは、四股で邪悪なものを踏み沈める自鎮祭と同じ意味である。日本相撲協会主催の大相撲など伝統を重んじて土俵は神聖な場所で女人禁制とされている。近代では以下のような事例がある。なお、かつては、 女相撲の工業もあり、実際に土俵上で行われていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。